新、はいえーね、エヴァンゲリオン劇場版っていうのを、ね、ちょっと映画館で見てきました、えーとね、映画館にあの見に行こうと思って行ったらなんか MX4D っていうのがあって、えーまあ、ちょっと初めてだったんで、まあ、せっかく見るんなら、あのーまあ、ちょっと一回それ体験してみようかということで、えー、その MX4D っていうので見てみました、えーとね、なんか料金が、えー、普通だったら1800円ぐらいのところを MX4D だと、まあ、3100円か200円でだいぶ高かったんですけど、まああのーまあ、映画見る機会僕はあんまりないんで、えー、ちょっとそれで、あのー、見ることにしました <laughs> えと、ね、どな何かというと,その、えー、とその映画の例えば戦闘シーンに,戦闘シーンになるとこうあ遊園地のアトラクションみたいにこう椅子がこう動くっていう。 あの前に動いたり横に動いたりしてその映画のコクピットにいるみたいな感じで動くっていうあのそういう仕掛けがあったりとかえと例えばあの映画であのなんか土の匂いを嗅ぐシーンがあったんですけどまあそのシーンになるとなんか土の匂いが漂ってきたりとかえあと水をかぶるシーンですとプシューってこう横からあの水が噴き出してこの辺に。 なんか濡れるっていうあのそういう仕掛けがいろいろあるあのやつでしたえっ、ー、とねまあ水とその土の匂いはすごく良かったんですけどあの,その戦闘シーンになるとこう椅子がこう行ったりこう行ったりするんであの画面に集中できない、えー、だからちょっとそのエヴァンゲリオンの戦闘シーンがちょっと頭にあたまり頭に残ってないっていうあのそういう。 のもありましたけど、まああのまあまあ、初めてだったんで、まあちょっと楽しかったです。なんか遊園地のアトラクションみたいな感じでした。で、あとあのえっ、ー、とまあ、映画の方なんですけど、あのー、まあ、あまりにもちょっとなんていうかインパクトがものすごい強い映画で、えー、これ見た後次の日一日もう呆然として、もう日常生活がなんかあのすごいショボく見えて。 まあいつもだったらあのコンビニでおにぎり買って食べるだけでもすごいなんか幸せを感じるんですけどなんかもう日常生活がなんかすごくあのつまらない思いに思いいにつまらないものに思えてなんか1日もあの何もやる気で出ずにあの次の日ぼーっとしてましたね。あの今回の映画あの4部作の最後っていうことでもうあのもう収集つかないほど。 なんていうかもう状況が悪くなってこれ最後どうなるんだろうと思って、えー、見てたらなんかそれまでずっと前半あの前半から中盤にかけてただ引きこもってなほとんど何もしゃべらず引きこもって、えー、前に出てこなかったあの主人公の碇ンジがなんか突然「やっぱり僕エヴァに乗ります」って言ってえー を乗ってくれるのかみたいな,なんかあのその結局ここまで何て言うかもう訳のわからないあのカオス状態になってるのにその主人公が突然出てきてまたなんかエヴァに乗るか乗らないかだけでなんか物語が収束に向かうっていう、えー、結局まあそ,それだけなのかっていうなんか展開でしたね。であとあの り言動怒り言動の、えー、動機が結局あの死んだ嫁を生き返らせたかったっていうそれだけだったっていうあのそのためにあの世界をなんかほ,ほぼ滅亡に追い込んだっていうあのまあこれはねあの死,んだ死んだ嫁を生き返らせるっていうのはもうなんかあの永遠のテーマですね。あのまあ、なんていうか 日本神話でもなんかイザナギのみこととザナミのみこがいてイザナミのみこが先に死んでしまってなんか事故かなんかで死んでしまってえどうしてもあのもう一度会いたいということでえ黄泉の国まで会いに行くっていう話がありましたけどまああんな感じですねまあ原初的な永遠のテーマだとえ思います、え。ー あと、なんだ。え、まあ、あの、エヴァンゲリオンが、まあ、これでもう最後だ、最後だって言われてますけど、まあ、結局のところ、また、あの、次、なんかの形で、多分また新作が出るんだと思います。え、これはね、あの、社会現象になったアニメっていうのは、結局、あの、まあ、そうなるんです。あの、ガンダムにしろ、宇宙戦艦ヤマトにしろ、 『ルパン三世』にしろもう延々と続編が作られてます。えー、もうあのまあ声優さんはもう多分もうあの今回がさすがに限界だと思うんですけどあの高齢化してますので,でスタッフさんももうあのかなり高齢化してると思いますのでまた別のスタッフさんと。 まあ新しいなんか似た感じの声の声優さんを起用してえまあ全然違う設定でまたえ作られると思います。まあ、ガンダムがそうなんですけど「ガンダム」っていう名前となんかああいう感じのロボットが出てくるっていうだけでえもう全然最初の「ガンダム」とはストーリーつながりない「ガンダム」が無限に作られたりとか「で宇宙戦艦ヤマト」も,もう声優全部変わってリメイク版がまた今。 なんか2202とかなんか2199とかいろいろ出てますけどまああんな感じでこうまたきっと「エヴァンゲリオン」の新しいなんか3週目みたいな、えー、そういう映画がまたできると思います。えーまあ、今回の映画かなりあのインパクトが強かったので、えー、見に行った方はもう次の日 仕事やる気なくなると思います。では。あ一個ね、あの、言い忘れてました。あの、ま、世界を再構築するのに、あの、なぜ槍を、を槍が必要なのか。えー、これね、僕、分かりました。えー、これ、槍でやり直すっていう、あの、そういうダジャレなんですね。えー、なんか、ロンギヌスの槍とか、なんちゃらの槍とか。 でそれがなんかなくなってもう一本別の槍作ったりとか何でこれあの世界再構築になんか槍を使うのかえー、ずっと考えたんですけど分かりました、えー、槍でやり直すこういうダジャレですねでは。